はいどうも、花本成です。この動画ではローズステークスの予想と明日のウィーファイブ対象レースの S から A 評価場、こちらの方やっていきたいと思っております。明日ローズステークスが開催されるんですけれども、ちょっと天候がね、なんか結構コロコロ変わっちゃうというか、そんな状況になっておりまして、まあ今回の予想もそれを反映したような形となっております。この動画が参考になったらと思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速予想に参りましょう。今年のローズステークスなんですけれども、本命はアートハウスにいたしました。この馬の本命の前に週末の中京、こちらの天候について触れておきたいと思っております。週中の段階ですと僕おそらく、中京ね、日曜日土砂降りとかね、そんな感じになるのかなとそう思っていたんですけれども、天気予報を見る限りそこまで極端に降ることはないのかなと僕はそう判断をいたしました。そうなった時に何が起きるかというと、やっぱ開催2週目の中京ですので、まだまだ時計は全然早いです。そういった状況ですので、仮に雨が降って、八重山とかね、それぐらいだったら全然ほぼ他の競馬場でいうとこの量と変わんないじゃんぐらいな、そんな時計だと思うんですね。おそらく、まあ1分59とか、8まで行ってもおかしくないと思いますし、どれだけ時計がかかっても2分0秒台とかね、そんなところだと僕は考えております。でそうなった時にこの馬が持っているポテンシャルなんですけれども、2走前の忘れ渚賞、こちらのパフォーマンスかなり、強烈でした。当時ね、まあ、2着前につけた着差もそうだったんですけれども、ラスト3ハロン、こちらの方がいわゆる加速ラップ、ゴールに向かってどんどんラップを上げていくという、そんなレースでして、9班は全くものともしないというそんな強い勝ち方でした。しかもなんだろう、この直線向きまして、一瞬ちょっと前やばい詰まると、そんなように感じさせたんですけれども、2頭の間をこうグッと割ってそこから突き抜けるという内容も良かったですし、そういった馬群というかね、多少控えても競馬はできる、これは一つのアドバンテージだと考えております。で今回の展開を見たときに、まあ、前走条件戦で逃げ切った馬ですとかね、そういった馬も多数いるようなところでもありまして、それ以外の有力馬、そこに関してもね、ある程度は前に行きたいという、そういうメンバーが多いんですね。で、今の中京芝なんかを見ていますと、今日のケフェウスステークスとか、まあ先行押し切りみたいなこともありましたので、やっぱどうしてもね、陣営の意識は前に働くと思います。やっぱそうなるとね、前に行く、まあ、残るは残ると思うんですけれども、やっぱプレッシャーとしてはね、かなり厳しいというか、そういった状況が生まれると思うんですね。で、このアートハウスが取るべき作戦というところで考えますと、まあ、忘れなくさしようもね、そこまで、こう、無理やり先行したとか、そんな感じもなかったんですけれども、ああいう感じが僕いいのかなとそう思っております。まあ、前何頭かを生かしておきまして、こう、その後ろで馬群で構えて、で、直線で間を割って伸びていくというね、それが一番の僕、アートハウスにおける勝ちパターンだと考えておりますし、それが今回、実現する可能性はね、結構高いのかなというメンバー構成なんですね。まあ、それを誘発するのが、伏線となっているのが、先週とか、そういった時計の買えばでもありますし、土曜日のケフェフスステークスが前が、残ったという、そんな結果でもありました。やっぱ陣営としてもね、やっぱ前に行きたいという馬が多数多いということを考えると、ある程度ペース上がります。でそうなった時にね、やっぱ忘れなぎさ賞のあのパフォーマンス、僕は忘れられません。あとアートハウスについてもう1個だけ補足をいたしますと、この馬、体のバランスが良くなかったというそんなコメントがあったんですね。それこそオークスの時のコメントなんかで言うと、やっぱその中間にその体のバランスが悪いということを懸念していたんですけれども、まあ結果的にそういう結果になったという、そんなような騎士のコメントとかもありました。で、この中間なんですけれども、体のバランスがだいぶ良くなったという、そんなコメントがありました。やっぱ僕、この馬の評価基準ってそこだと思っておりまして、やっぱこの春先に関して言うとね、結構ギリギリの状態というか、まあ2走前ですかね、2走前が休み明けで、しっかりとメンテナンスをして、そこで結果を残したんですが、関東遠征で、それがなかなか伴わないような結果になってしまったという感じなんですかね。で、新馬戦がそもそも休み明けでもありましたし、間が空く分には全く問題ないと、そう僕はそう考えております。で、新馬戦の阪神の 2000m、こちらの方がね、結構開幕週で時計早かったんですけれども、早い上がりでの勝利。まあ、そうですね。まあ、一番は天候ですね。天候に関して言うと、思ったほど降らないというところが、この馬の評価の一番の決め手となりました。仮にめちゃくちゃ降っちゃったらどうしようと思っていたんですけれども、まあ、あくまでね、現時点の天候であったりとか、そういった部分を僕は尊重したいと考えております。こちらローズステークスなんですけれども、本命はアートハウスにいたしました。で、以下が相手に当たるわけなんですけれども、パーソナルハイ。この馬なんですけれども、芝の 2000m、この条件におきましては、連帯率 100% という、そんな馬なんですね。まあ、2走前のフローラステークスなんか、まさにね、それを発揮されたような一戦でもありましたし、そもそもね、去年、この中京ですね、秋の中京というか、9月20日の中京で 2000m でかなり強い勝ち方をしていた、そういった部分もね、いわゆる季節馬というか、そんなところもあるんだと僕は考えております。いわゆるオールの芝というね、そんな条件にも強いような一頭だと考えておりますので、今回、そしてまあ、陣営、配給者って結構叩き台でね、トライアル使うことが多いんですけれども、この馬が持っている特性、左回りの 2000m に異常に強い、そう考えますとね、やっぱここでも評価はそこまで下げたくないと、そう考えております。
で、その後がセントカメリアという馬なんですけれども、まあ、左回りの 2000m、中距離 2000m で2000勝というね、そんな一頭ですね。特に2走前なんか結構道荒れではあったんですけれども、1分59秒台、これかなり時計早いです。そういった部分で言うと、明日、ローズステークス多少もし渋ったとしてもね、全然問題ないというところを示しておりましたので、まあ、これぐらいの評価は当然かなというふうに考えております。唯一ね、まあ、評価を下げたって言ったらあれなんですけれども、そんな部分があったとしたら、今回、再内枠を取ってしまった。先ほど申し上げましたが、結構3、4頭とかね、それぐらいは一気に前に押し寄せてしまう展開を僕は想像しているんですけれども、そこはちょっと、こう、例えば3、4コーナー勝負どころで下がってきた時にどうさばくか。これ結構、セントカメリア気象的にまだちょっと危うい面も僕あると思っておりますので、そういった懸念も踏まえつつなんですけれども、まあ、これぐらいの評価としたという、そんな感じでございます。で、その後がラリュエルなんですけれども、こちらもね、先ほど挙げたパーソナルハイと同じ、配給車という、配給車のね、管理場に当たります。こちらに関して言うと、前走一勝クラスを買って、今回ローズステークスということで、もう権利を取んなきゃどうにもなんないという、そんな馬でもありますので、まあ、春先とかね、結構クイーンカップとか冬競馬なんですけれども、そちらの方で4着とか、そういった結果も残しておりましたので、今回、明治のトライアル戦、そこにおいてはね、評価を上げてもいいのかなと、そう考えております。はい、続いてウィンファイブ対象レースの S から A 評価はやっていきたいと思っております。まずは中山の9レースなんですけれども、こちらの4頭が該当をいたしました。この中だと浦川の奇跡、この馬に注目をしております。前走は芝で使われまして、そこは雑に惨敗を喫してしまったんですけれども、2走前にこの条件で中山ダート 1200m で結構圧勝というね、そんな結果で勝利を抑えました。で、それこそ2戦目のこの条件も勝っていたんですけれども、大場で、再内枠を取ったんですけれども、それでも番手から抜け出すという、そんな競馬でした。今回再内枠を取ったという条件ではあるんですけれども、まあ当時ね、少なくとも内枠という条件に関しては克服をしておりますので、まあこのメンバーだったらね、全然、即通用というか、このクラスの壁を突破してもいいと、そう考えております。はい、続いて中京の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中だと3歳牝馬のママコチャ、この馬に注目をしております。こちらなんですけれども、金層をね、ずっと安定をしておりまして、それこそファンタジーステークスでも3着ですとか、エルフィンステークス、今回と同じね、中京 1600m で2着があったという、そんな1頭ですね。で、金2層連勝を飾っているわけなんですけれども、前走僕ちょっと危ういかなと正直思っていました。この一族って結構距離延長がどうなんだろうという、そんなところもあるんですけれども、まあ、いわゆる白雪姫一族でね、そういった馬に当たるわけなんですけれども、まあ、距離延長の前走だったんですが、1分31秒7、1600m、これかなり時計早いです。そんなところで勝利を収めておりましたので、まあ今回ね、時計の早い中距離というか、そんな舞台に当たりますので、まあ、ここだったらね、全然、連勝というか、さらに連勝を伸ばしてもおかしくないと、そう考えております。はい、続いて中山の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中だとね、やっぱ内枠の先行馬にどうしても触手が動いてしまうというか、そんな感じになりましたね。特に山人デーファレという最長を取った馬なんですけれども、この馬前走、まあ、果敢にも、まあ、格上挑戦という感じで、七夕賞に挑戦をいたしまして、当時が8着という結果でした。ただこの馬に関してはね、やっぱ5走前がこの舞台で逃げ切り勝ちでして、2走前もこの舞台で逃げる競馬で勝ち馬とレビューしということでね、やっぱ前に行ってなんぼ、逃げてなんぼ、僕はそう考えております。で、今回の中山ということなんですけれども、開催2周目でね、この内回りの 1800m でしたら当然前に行く馬を狙いだという、そんな条件なんですね。で、今回前走からの条件好転に加えまして、筋量も53キロということで、まあ、ハンデ戦ということですのでね、周りとの比較で言うと、まあ、割とね、いい感じなのかなというふうに考えております。はい、続いて中京の11レースです。こちら中中の動画をご参照ください。はい、続いて中山の11レースですね。こちらなんですけれども、まあ、こちらの4頭が該当するという形になりました。この中だとですね、牛馬テソーロという馬がいるんですけれども、この馬前走がとてつもない、そんな勝ち方でした。ちょっと見間違いかなと思うくらいの数字だったんですけれども、当時ね、ダートの 2100m での勝ち時計。まあ、これはね、まあ、一定レベルかもしれないんですけれども、上がり3ハロンがなんと34秒0。ダートでこの数字って見たことない。僕確か、まあ、調べればあるのかもしれないですけど、僕の記憶の限りだと全然、パッと浮かばなかったという状況でしたので、とんでもない足だということが分かるとね、僕は思っております。で、この数字なんですけれども、昔ブロードアピールという馬がいました。それこそ YouTube なんかでね、伝説の、ネギシステークスみたいな、そんな言われ方もしているんですけれども、その馬の上がり3ハロンすら上回っているというね、そんな前走のレースぶりだったんですね。やっぱそれ直線結構ね、道中後方とかそんなところにいたんですけれども、直線だけであの足を使って突き抜けたというあのレースぶりに僕は一切のフロックはないと考えております。で、今回ウィリアム・バローズという馬がいるんですけれども、この馬がね、金層の成績だったりですとかって考えると当然人気します。
で、この人気するこの馬な、その馬なんですけれども、客室的にね、前に行くという馬ですので、やっぱマンマークを受けるというか、いろんなところからマークを受けるような、僕そんな気がしてならないですよね。まあ実績考えたらね、当然評価しなければならない一頭ではあるんですけれども、そういった前がかりの展開とか、そういった部分だったりですね、とかね、まあこの馬自身の、ウィシュバーテソール自身のこの脚力という、そこのバランスを考えたときに、今回ね、この馬の方が分があるというふうに僕は判断をいたしました。あともう一頭、アシャカトブという馬なんですけれども、この馬前走ちょっとね、久々に見どころがあったという、そんな一戦でした。東京ダート 1600m。正直この馬左回りは全然合わないというね、そんな馬だとは思うんですけれども、その条件にて、上がり3ハロン最速での5着。まあ、芝スタート 1600m ということで、明らかに条件は悪かったんですけれども、その中でも復調気配を見せた。これは見逃せません。で、今回の中山ダート 1800m という条件なんですけれども、この条件におきましては、3、1、1、2というふうに構想が非常に多い。いわゆるこの中山ダート1008のスペシャリストというね、そんな成績も示しておりました。で、前走いわゆる客室転換気味な、そんなちょっとね、なんか伏線というか、そんな部分もありましたので、先ほど申し上げました、そのウィリアム・バローズがマークを受けるという、結構前がかりの展開考えたときに、その先ほど申し上げました、ウィシュバテソーロ、この馬と一緒にこの馬を着てもおかしくないというふうにね、そんなふうに考えております。はい、以上で明日の重賞予想と、ウィファイブ対象レースの S から A 評価は終了となります。日曜日がね、ローズステークスで、月曜日がセントライド記念という今週なんですけれども、明日の方もね、今回と同じような、そんな動画を出したいと思っておりますので、何卒お楽しみにお待ちください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。